ヒバリグラフ、ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、えー、年末の3日間ということで、29日、30日、31日という暮れにですね、えー、まあ、少しまたあ、知識を増やし、考えをまとめてみたいと、こう思いますね。えーと、まあ、あの、暮れの三日日というか、えー、暮れの3日という言い方はしませんが、やはり3日ぐらいは、ちょっと過去を振り返ってみたいなという気持ちになりますね。 えっと、イギリスでですね、第二次世界大戦の後、小学校の教科書を書き換えたんですね。どういうふうに書き換えたかっったら、それまでは、もう素晴らしい大英帝国、七つの海を支配してですね、多くの国を支配したイギリスということで、まあ、過去の戦争からですね、イギリスの産業革命、発展というものをですね、中心に、小学校の教科書が編纂されておりました。それを読んだイギリスの子供たちはですね、 ああ自分たちの祖先は偉かったんだな。僕も頑張ろうってこう思ったんですね。ところが第二次世界大戦の後、民主主義の人たちっていうか民主主義の人は悪くないです。いわゆるリベラルというですね、本当にこう軽薄な知識人ですね。それがやはりイギリスの歴史は悪いところも子供たちに教えるべきだっていうんで、まあ、あの植民地なんかで行ったイギリス人の残虐行為なんかも書いた教科書にしたんですね。 確かにあの理屈で言えばですね、子供たちに本当に大切なことを教える、あの、本当のことを教えるという点ではですね、イギリスのいいところと悪いところを教えるべきなんですね。教えるべきなんじゃなくて、教えるという方法もあります。しかしそれを大人が考えることで、子供はまだ発育途中にあるんです。特に思春期ですね。だいたい12歳ぐらいから18歳ぐらいまで、まあ人によって違いますが、この期間は成長のバランスが崩れてですね、 非常に子供が苦しむわけですね。私も思春期の頃には、なんで自分は生きてんだっていうのはですね、深刻な悩みに取られたことがあります。そういうことはですね、大人に対してどういうことを教えるべきかということと、子供に対してどういうことを教えるべきかと違うと。<laughs> 当たり前ですけど、教えるっていうのは、相手があって教えるわけですから、相手のことを考えないで教えたってしょうがないわけですね。ですから、相手の心の状態、発達、それから、 目的は立派な大人になることですから。それですとね、何を教えれば立派な大人になれるのかということを子供側の欠陥ですね、まだ発達途上という欠陥を考えてやるつが、まあ、言ってみれば当たり前なんですが、それが抜けてたんですね。それで、えー、小学生の頃ですね、イギリス人の悪いところもすごく勉強したイギリスの子供たちがどうなったかっていうと、やっぱり思春期が乗り切れなかったんですよ。苦しい思春期を乗り切るためにはですね、 自分たちの祖先は偉かったんだ。だから自分も頑張ろうっていう、そういう気持ちのもとで、えー、頑張らなきゃいけなかったんですね。これが正しい教育だったんですよ。つまり相手のことを考えた教育ですね。しかしそれに失敗して、えー、まあ、20世紀の終わりの頃にはイギリス病と言いましてね、一番ひどい時には若者の4人に1人が仕事にもうつく意欲がなくなっちゃったんですよ。もうダメなんだ。俺はね、ダメな民族の あ人間に生まれたんだ。もうこれはもう遊んで酒でも飲んで暮らすしかないっていことになっちゃったんですよ。これを立て直すのはイギリス立て直すの大変だったんですね。だから私ね、あの日本でもね、本当に心配してるんですよ。何を心配してるかつったら、今みたいに多くの人が日本を非難することをしてたらね、昔悪いことしたんだ、日本は悪いことしたんだ。こんなことばっかり言ってたらね、それが事実であるかどうかを大人の間で議論すればいいんで、子供にはね、 やはり立派な日本だったんだ。特にこの前の戦争ですね。この前の戦争は、ここに図を貼っておきましたが、世界のこの図の赤いところがあ、植民地を持って世界を支配した国。黒いところが支配された国。えー、まあ、ちょっと色々問題があるという人もいるかもしれませんね。ロシアの東側はロシアじゃないかっていうのがあるで、ロシアっていうのは、えー、違うんですね。 ウラル山脈よりか西の方をロシアと言いましてね。民族もそうです。あとはロシアがただ征服したとこですね。中国も違うんじゃないかと中国はほとんど独立しておりませんでした。現実はですね。えー、それで、世界はほとんどお同盟の白人が占領して、最後に本格的に残った日本を潰そうとしたのが、あの戦争だった。それに対して日本は誇りを持って完全と戦い。まあ、 すごく簡単に言えば、これも誤解はまだ来ますから、お子さんに言う時には気をつけなきゃいけないんですけども、たとえ自分が命を落としても、日本を守りたい。我々には誇りがあるんだっていう、そういうことで戦いましてね。